こんにちは、ペガちゃんです。今回なんですけれども、稲妻イレブン最新作英雄たちのビクトリーロード、これ果たして2023年に発売されるのかという、そういう動画でございます。よろしくお願いいたします。というのもですね、ここ最近ちょっと風向き変わってきてるじゃないですか。7月末に最新情報開発ブログで出まして、そして8月の下旬にも、まあ、開発ブログほどの量ではないんですけれども、画像が4枚公開といった形で最新情報が公開されたといったところでですね、今までね1年に1回最新情報が出ればいいって感じだったのに、急に情報が出だしてる。そう、7月のね開発ブログだけだったら、まあちょっとわかんねえなーと思ってたんだけれども、まあ今月情報が出たところから、やっぱりこれちょっとやっぱ風向き違うなっていうところを感じたので、これは本当に2023年に発売されるんじゃないかという、そういう動画でございます。なんかまあね、こういう系の動画結構僕出してるかもしれないんですけれども、まあちょっと今回はこれもうやっぱ喋りたいと思ってこれちょっと喋らせていただきたいと思います。もともと稲妻イレブンの新作は、2018年に発売予定でした。まあ2018年、ちょうど4年前ですね。まあワールドカップに合わせて、まあいろいろと多分仕込んでたと思うんですけれども、まああの時何でしたっけ、ロシアワールドカップでしたが、まあ、そのロシアワールドカップに合わせて発売されることはなく、その4年後、まあ、今年カタールのワールドカップありますけれども、ここにもまあ間に合わなかったという。ここまで延期が繰り返されたゲームソフトってそんなにないと思うので、もうまさにゲーム界のサグラダファミリアみたいな、まあ、そんな感じになってたんですけれども、やっと風向き変わってくれたと。いやマジでこれ雰囲気違うよね、ちょっとね。というのもやっぱ開発が難航してたところは、やっぱね試合の操作だと思うんですよね。実は僕2018年だったかな、東京ゲームショーで初めて稲妻イレブン、その時はアイスの天秤のゲームの方を、プレイさせていただきました。タイトルも変わって、でも操作も全然変わってるから、まあ今だから言えるのかなとは思うんですけれども、まあアイスの天秤プレイした時、もうめちゃめちゃグラフィックいいやん、必殺技迫力すげえとは思ったんですけれども、まあ試合の操作はまあこれは正直 DS の方がいいな、まあイナストの方がまだいいかもしんないっていう、まあちょっとね、まああんまり良くはなかった操作はね。一応そこまでできてないものを出してますよっていう、確かそういう告知はあったんだけれども、まあそれでもちょっとこれは操作どうなるんだろうっていうちょっと不安感はありまして、でその後ね、オリオンの刻印のアニメが終わった後の開発ブログで操作方法が変わるよみたいな感じで、まあ画像が出てまして、あの画像を見ても僕が操作した時ともう全然変わってたんですよ。まあ、DS の稲荷の操作感を目指すといったところで路線変更をしたんだと思うんですけれども、逆にあれをどう据え置きで実現させるのかっていうまた新たな問題が出てきて、そこにすごい悪戦苦闘したんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ゲームタイトルの変更、まあ、主人公の変更とかいろいろと変わってった中で、やっと今年その操作方法が固まったと。いやもうこの時点でね、もうこれ結構風向き変わったなって俺めっちゃ思ったんですよね。いやまあ僕ね、もうレベル5の中の事情とかは知りませんよ、知らないですけれども、まあ絶対これ操作方法で悩んでるなっていうのはちょっともうなんか大体察しはついたので、まあそこ固まったら結構早いだろうなと思ったら、もう結構今こんな感じで風向きも変わって情報もドーンって出らしてるっていう、そんな感じですよね。で風向き変わったなと思ったことがまあもう一つあって、まあ情報が2つ出たっていうのと、あと雑誌に取り上げられたっていうのも結構でかい。今月発売の任天堂ドリームは任ドリですね。まあこの雑誌自体結構稲妻イレブンを熱心に取り上げてる雑誌なんですけれども、この任ドリがですね、稲妻イレブンの開発ブログの中身をまとめたものをね雑誌に掲載したんですよ。これを見てね、ああまあ雑誌に掲載されるっていうのは確かに今まで最新情報が出た時にそういう動きってなかったから、ってことはまあ雑誌に出してもいいレベルでもう大体固まったのかなっていう、まあそういう風な印象を受けたので、あこれも結構でかいなとは思いました。あこれマジで発売されるぞっていう、ちょっとね正直発売されるかどうかもまあなんかわからん、これいつ開発中止になってもおかしくないなとは思ってたんですけれども、あこれは絶対出るなっていう雰囲気になってきたのは本当に嬉しい。やっぱ信じててよかったなというふうに思います。でこれね、いつ発売されるかっていうことなんだよね。まあ2023年、まあワンチャン2024年とかもあるかもしれないんだけども、まあね操作方法固まったらね結構早いとは思うんですよ、まあ今までに比べたら。
ただまだ開発してて時間がかかるだろうなって思うのは、まずはね、ゲームのタイトルとかが変更になって、まあ主人公も変わって、まあ舞台も長崎ってところで、まあこれ完全に新しいところじゃないですか。多分ね、マップとかはね、アレスの天秤時代に稲国ライモンとかそこら辺は作ってたと思うんですけれども、まあ新作になることによって、まあそういうのをまあ作り直さないといけないと、新しい長崎の舞台を作り直さないといけないと、マップを作るの結構大変だと思うんですよね。だからストーリーが変わったことによってそういう作業がまあ増えてるので、そこは結構大変なんじゃないかなっていうのと、まあ、あとはクロニクルモードがありますよね。もう笹波運命たちだけではなく過去作のキャラクターも出てくると、これ結構地味に大変なんじゃないかなというのはあります。というのも、まあ過去キャラめちゃめちゃいますし、あと必殺技ですよね。まあ、笹波運命たちで、まあ、新しい必殺技、まあ、ストーリーをね、展開させるために、新しい必殺技を出さないといけないんですけれども、まあ、過去作のキャラクターの必殺技も、これも新しくモーションとか作んないといけないって考えると、これまた結構しんどいなっていう。まあ、そういう作業が結構かかるんじゃないかな、とはちょっと思ってます。で、あとね、以前日野社長が、まあ、アニメとかそういうのをやるより、まずはゲームの進行にじっくりと集中していくみたいなことは言ってたんですけれども、まあでもね、さすがにね、アニメとかはやると思うんだよね、ゲームを盛り上げるように。それがまあレベル5の手法ですから、やると思うんですよね。ってことを考えると、まあ、2023年の夏は早いと思う。なんか夏は早いなと思っていて、まあそうですね、アニメやるんだったら2023年の4月からやるのかな。で、まあそのアニメの一番盛り上がるタイミングでゲームが出るっていうのが今までの手法なので、まあ4月に放送開始されたらば、まあ4クール、1年やるって考えると、まあ12月ぐらい、まあ10月か12月だと思う。そう、新しくね、アニメやるんだったら、アレスの天秤みたいに2クール、まあ6ヶ月はやってほしくないんですよね。まあ4クール、1年かけてちゃんとやってほしいっていう、ちょっとそういう気持ちもありまして。まあ今までの稲妻イレブンってフットボールフロンティア編を除くと、だいたい1シリーズ1年やってるんですけれども、アレスの天秤は1年かけてやるところを6ヶ月にやっちゃったんで、ちょっと薄いものになっちゃったんですよ。なので新しいアニメは絶対1年でやってほしいっていうところがあって、って考えると、まあ盛り上がるところは、まあ10月、半年経った10月、それか終盤に差し掛かる頃の12月とか、それぐらいなのかなという。まあ来年早い時期で出ることはちょっと難しいんじゃないかなと思うんですけれども。まあそういう風に予想してます。あともう一つちょっと気になったんだけど、ハードどうすんだろうね。今のところ、スイッチ、プレイ4、iOS、Android ってなったんですけれども、2021年4月の情報も含め、今ゲーム画面で全部スイッチ版で出てるんですよね。なんですけど、未だにハードのところ、PS4、iOS、Android って残ってて、確かね、プレステはね、2018年のプレイステーションのイベントに1回出展してるんですよ。だからプレイステーションで開発が行われてるって状況は確認できるんですよ。まあ、iOS、Android は全くわからないんですけども。なんですけど、ここ直近でそういう情報が全くないから、まあどうなんだろうね、もうスイッチに絞ったのかどうか。というのはね、まあ一つね、懸念があるとしたら、まあ今回オンライン対戦が盛り上がるといったところで、例えば異なるハード同士で対戦ができないとかってなったら、ちょっと分散するの嫌だなと思って。まあだから複数プラットフォームで出るってなった場合は、異なるハード同士でも対戦ができるようになればいいなというふうに思ってます。まあそんな感じかな、僕は今、稲妻イレブンに対して思ってることは。まあ、新作のね、最新情報も出始めてるタイミングだったので、ちょっと語ってみましたという感じで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。またの